雨が降り始めています。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日は雨が降る中のゲームということになるわけですが、選手はいつもより集中しないといけませんね。まあでも天気だけはね、なかなか言うことを聞いてくれませんから。そうですね。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁到達、先頭バッター出ました、カープノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には長野が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことは。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、カープ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、3対0カープ。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。お忘れ物のございませんよう、どうぞ気をつけてお帰りくださいませ。